おう、おう、おう、危ない。わお、わお、わー、ドワイトメンです。この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。はい。連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。行く。すごい場所。応援入ったりはさすがにできへんわな。行きます。頼もう。綺麗なところやけど。どうだ、実に美しい景色だろう。誰や。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。知ってる人とかちゃうよな。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。日本語喋れんの。それを白人の資本家が作り変えた。すげえ顔。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、はあ、そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。おう、今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。顔怖。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ。カスが一番さ。知られている。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。はあ、あ、だんだんメンデス。俺の名前をご存知とは光栄だ。うん、日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。うん、100年ほど前私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され国が栄えたんだ。なるほどな。うん、しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言ってもお前に驚いてるわけじゃない。うん、私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。だね。ごめんね一番。私ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。ああ、あれ嘘。え、本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。うん、私は千歳に選択肢を与えた。あら、ここで私に殺されるか私のために一仕事するか。ほんまにそうやったんや。仕事？さっき言ったでしょ。ああ、ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ本当だった。あら。だがどこで気が変わったのか。そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。あ、そうなんや。結果まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。まあ、ちょっと変えたのね。そうか、あのエレベーターの時か。うん、あ、道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか千歳、なぜ私を裏切った。なぜ。春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだから。やめてくれな。こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、うん、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。ちょい、言ってくれるぜ。なるほどな。私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。ああ、怖そう。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは。
親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。知ってんだね。あんたなんでそれを知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。はあ、日本の名家なんて当然の知識だ。うん、それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かっていた。そう？だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。スニーカー履いてるで。そんな素振りある？春日たちを死に追いやるよう命じたのも自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが、それはまあいいだろう。心配するな、お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。今その話。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほう。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件覚えてるか。被害者はナウテの不動産会社社長コニー田中。うん。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ、現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね。どうかしたかね。大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな。うん。ローマンを使って、てめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた茜って女の人を探してただろ。うん。もしかしたらあんたはもう茜さんを見つけてるんじゃねえのか。どうなの。あ、なんか来たよ。お前らに残された道は一つだけだ。わ、速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。あら、これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。はあ、国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。銃じゃなくてマチェテで来るのね。ああ、Time to bleed! あら、おいおいおい、危ない、やめたけで、せいです。おうおうおう、危ない。わお、わお、わあ、ドワイトメンテス。左のマチエテあんま使えてませんよ。右利きだね、とりあえず。あなた右利きですね。これはどうなの。一人ぐらい魅了しといた方がいいかい。イエーイ、バカめが。でこっちの方を、もうちょっとこっちの方来てくれへんかな。全員に殴りかかりたいんけどな。ここだ。周りも一人しか当たってねえか。よし。で電気、何に。とりあえずはでもこの辺のやつを倒しといた方がいいよね。一人ぐらい倒せーい。燃えとるわ。じいちゃんにやめて。おい、キルちゃん、キルちゃん、とりあえずあのあいつや、こいつから。おい、
まずは一匹。ふん。やるじゃない。燃えとる。けど。ふん。いや食らうね。よし。いいダメージ出すね。シャルイ。覚悟。うん。どうなる？どうなる？よ。からの。いいね。まずはお前終わりだ。よし。俺の番だな。そしてバッテリー、いやガード系やなこいつ。ふーん。調子出てきたぜ。からの。おい。何？避けやがった。なぜ？キルちゃん踏まれとったで。おいやったり。こここいつはでも硬いぞ。やめて。開ききた。あはあは。開かないで、開かないでください。どうしよう。電気抵抗下げんの。お水に弱いらしいなお前バカめが。よしで、ナイス。えーてしたや。あとは装備変えたりとかってないよね。あ、呼んでみる。いや高いな。高いけど呼んだ方がなんか次のランクとかあんやんな。毎ターン回復読んだろくらい高い金払ったろ。こんな場所に来てくれるんかい。デリバリー召喚は。お待たせしました。チャーリー寿司やったな。チャーリーどこや思てんねんここ。いやいいダメージが、いい回復もあるから大丈夫。ほいミスター。よーまだまだいけてるよ。来い。ガード中。いやガードは溶けてるよね。誰？くっ。耐えろキリュウちゃん。ガツンと行くぜ。あはん。あはん。よー。やめて。牛。は。連打か。オジビーフ。おいおい。いやまだでも勝てえぞこいつ。やってくれたな。あはん。たっぷりと礼をチリンチリン。あズンズン。いやでも回復がいい、ね、俺の番だな。回復がいいよ。水に弱えみたいな、バッテリーに弱えみたいなあったよね。おい、いやあんま食らってねえな。強そう。処刑準備。うん、やったって。回復は温存しとこう。バックアタック。いいね。この豚どもが。キリュウちゃんが出血してもうとるが。おいおいおい。うん、ここもやばい。はーんはーん。強っ強っ。ここで一旦回復よ。お茶にしましょう。どうぞ。ナイスからの背中を取りたいよね。意外とでも背中が取れへんのよな。なんか防御力上昇とかしといた方がいい。
と見せかけて動いたところくっそあいつこっち来へんな。手榴弾投げたろ。ほらで、チャーリーチンチリン。おいおいからの回復やば。次もよろしく。チャーリー帰ってた。バックアタックがいけてねえか。くー開かないで。でエスカード血を止めねえと。キユちゃん加減しなぜついてこれる。背中を取れてますか。ほい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 背中をほい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 。ナイス任せといて。いい感じじゃない。あとちょっと行ったれ。処刑準備だって関係あるかい。俺の番だな。あ、こっち向かないで行ったれーい。ぶちかまっ。からの終わりじゃん。おえい、いいね。OK。 ドワイト・メンデスの数字文情報手に入ったよ。よし上昇上昇。コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるとはな。悪くない。レベルアップ。これが俺の真骨頂よ、うん、また強くなっちまった。うん、うん、どうよ。アカネさんはここにいるのか。どうなの。確かに我々は彼女を探している。うん、だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。うん、それは知らん。知らんのだ。え、知らねえで探してんのかよ。正確に言えば、あら、彼女を探すよう依頼があった。上がいる。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。あ、すごい。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。ほう。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。すごいね。怪しいか。乗らない理由はない。くそ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。うん、あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんでその言葉は信用できるぜ。あれ意外とメンデス、これで終わりなのかい。アカネさんの方の話は型がついたってことでいいか、カスガ。うん、ああ。じゃあ、次は俺の用事だ。マジか。お、え、マジ、そんな、え、イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。ビビっている。だよ、そうだイエスだ。そうか、てめえが、はあ、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃに仕上がったのか。いや、許してくれ。いや、許せへんと思うけど。今からでも私の力を使って罪を取り返そう。金も払う。100万、いや、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。うわぁ、神よりの子供が帰ってくるのか。行く。どこまで人を苔に仕上がる。あら、マジ
おー、顔面狙って、あらあらー、おいてめえ、チトセの素性を掴んでたな。バラクーダのボスでもそんな簡単に漏らすのね。あいつに関わる情報を全部捨てろ、そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。誓う。まあいいよな、情報は全て捨てるし後悔もしない。まあそういうわな。誓う。でも嘘つくと思うで、こいつは。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。ああ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。いや、お前一人じゃ多分無理やぞ。うん、このいい写真もばらまいてやるよ。漏らしちゃった。楽しみにしとけ。バラクーダのボスがこんな感じなの。さあ、ここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか富澤。はあ、本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。うん、千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。うん、なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。うん、よく分かんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺ら。おっとこまいじゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。うん、第5章見せられて、キリュウちゃんがちょっとなんかおとなしいな、やっぱな。へえ、第5地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。うん、なのに俺だけ用事が済んじまった。まあまあそれはいいでしょ。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。正式に仲間かい。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどな。はあ、あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、ちいちゃん。うん、どういたしまして。イチさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。うん、トミー、こいつ一番おめえはお人よしすぎんだよ。ったが経過はどうあれ、彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。落ち着いとるな。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。かもよ。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。はぁ、分かったよ。うん、俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。ありましたね、そういえば。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして、俺はこいつがいけすかねえけどな。喧嘩せんといて。あら残念、ね、私はトミーのこと好きよ。あら、うるせえ、こいつはどう思う、さんくせえ。はあ、わかる。きっとまだ隠してることがあるはずだ。わかる。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。
よろしくね、トミー。どうでしょう。うん、一応の。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫。私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。そういう意味じゃない。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃあ改めてよろしくな、ちーちゃん。うん、よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。うん、あ、ほんまに仲間になった。その服装は何なの。こっからは春日さん、どうすんだ。あ、これかですね。あの時はごめん、一番正直。あ、あん時のありがとうよ。こんなタイミングで帰ってくるのかい。そういえばそうだった、忘れかけたぜ。ありがとうな、じいちゃん。いや、俺言われるようなことは一つもしてないんだけど。本当は人よしだよね、一番は。よし、当初の目的も達成したことだし、ここらで仕切り直したな。そうね。じゃあ早速だけど、お互い持ってる情報をすり合わせない。そうだ。だな、立ち話も同じ、落ち着ける場所に移動しないか。リボルバーかい。そうした方が良さそうだな。場所はリボルバーでどうだ。ですね。賛成。あそこなら落ち着いて話せるし、周りの目も気にしないですもん。リボルバー。ああ、リトルジャパンにあるバー。俺たちのアジトとして使わせてもらってる。じいちゃんも気に入ると思うぜ。へえ。じゃあそのバーでお互いの情報をすり合わせしましょうか。了解。リボルバーに向けて出発だ。現在地はどこ。なんかめっちゃ強そうな敵そこにおるけど、絶対近づかん方がいいよね、あれはね。ここは、あー、はい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 、この場所ね。はあはあはあ、クリスタルアロハリゾート。こっちに入ったりとか、あ、できるな。なんかおるもん普通に。あ、どうした。あ、千歳バスターホームズ。何これ。春日様、いつもご利用ありがとうございます。あの千歳か。オアフバーガーにおりますので、お時間のある際にぜひお立ち寄りください。はあ、プレゼント。オアフバーガーまで暇があるときに行ってみるか。オアフバーガーってどこや。こっからまあ、じゃあ、いや広いな。これ夕焼けな今感じになってるのとかを簡単に変えたりとかってできんのかな。あ、あなたは。うちのサーファーさん超キュートでしょ。何こいつ。あ、オカペンキもらえんやね、そんなんね。キャピキャピにしてみて。ってことは、そっかそっか、あいつらも。んー、千歳も早速乗っている。あいつの台数分どこでもらってきた。一台増えとるやないか。はい、フローリングも危ない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 。ちょいちょいなんか武器も増えてきてるのはいいんやけど、こっからどう変わらへんな。どうやっていくのがいいんでしょうな。でレイド、あ、お歳暮、スジモン招待券。何これ。ガチャコーナー。つわものの香りがあればデジマンを呼べるかもしれないが、今は持ってない。あー、なんかそういうのもあんのか。え、へい、やんの忘れた。で、お前はあれやね、鳥ご飯よね。ほれー、サンキューベリーマッチザンス。めちゃめちゃ喋れるやん。これもじゃあ一気に4ドルぐらいで飛べるかな。この辺別に気になるもん、そんな、いつでも来れるよな。一気に金も増えたから10ドル払って飛んじゃい。そして久々のリボルバー。ちーちゃん用のなんか買えたりする。
さすがにこの辺には何もないか。ありがとうございました。どこの武器屋が強いかとか覚えてられへんな、この感じ。来たよ。それが俺が持っている茜さんの情報のすべてだ。うん。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。少な。なんでなんだろうな。聞けへんの。桐生さんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。そこまで個人情報なんて喋っちゃってんのなんじゃねえのか。なあ、確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。うん。用心ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。だとしても。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。うん。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。お。ん？なんだよ。うん。仕事のことが書いてないのよね、これ。うん。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。すぐ出てきそうな情報やのにね。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。早速。ああ、そうしよう。お、養護施設、どこらへん。さすがにハワイの街中じゃないよね。今日はもう遅いし、養護施設に行くのは明日にしよう。けど寝る前には、ん、寝るにはまだちょっと早いよな。少しぶらつくのも悪くねえか。自由行動。ん、トミーが一人で酒飲んでるみたいだな。一緒に行動するようになってからゆっくり話す機会もなかったし、ちょっと話しかけてみるか。なんか絆系のやつかな。トミー、何してんの。よう、トミー、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。はあ。じゃ、遠慮なく。タッチ飲み。今日も酒がしみるね。うん、うまそう。結構いける口なのか。どうかな。ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出されたみたい。うん。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。はあ、一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。うん、まあな。マリーさんはトミーの元恋人。トミーが無所にいる間に姿を消したんだったな。けどどんな深い傷でも時間が経ちは塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になんだろう。ああ、もうすでに笑い話。あ、人間力チャンスあったね。俺の全裸の剣はかすり傷ですらねえよ。マリーさんはどっかで幸せにしてるさ。お前の傷は本当にもう塞がったのか。まあ、とりあえず俺の全裸の剣にしとこう。あれはかすり傷ですらねえよ、うん、あんなの。陽気が上がりました。ところは日常茶飯事だったからね。うん、どんな日常だよそりゃ。周りからはどん底の一番って言われたんだい。その辺はちょっと年季が入ってんだぜ俺は。へえ、ベテランの苦労人ってわけか。うん、そんなとこです。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。はあ、他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。
うん、でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。お、喋ってくれんの？続けんのかよ。ええの？いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。お、せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。どうぞどうぞ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか？余計なちゃちゃ入れんなって。すいません。わりわり。で、ある晩声かけた子が彼氏持ちでさ、まあの悪いことに俺もヘベレキに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ。ほう。店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あら。あん時はマジで死ぬんだと思ったよ。はあ。悲惨なナンパ失敗なんだけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだよ。ああ、このくだりいるって。汗になって今出てくるから。うん。ボロボロになって掘り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。すぐ出てきた。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。うん。なのによ、俺の死で服が汚れようが、あいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。うん。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって。いきなりか。俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。ああ、いやー、どうなんかな。これは今だって幸せでいるかもしれないだろ。マリーさんならそんな風には思わない。お前は何も悪くなかっただろ。マリーさんはそんな風に思わない。マリーさんならそんな風に思わないよ。うん、そう言ってくれるのはありがてえけど、実際のところどうかわからねえ。うん。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか。確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ。もちろん出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。お、二人で住んでた家から彼女のものだけがきれいさっぱり持ち出されてたんだ。あら。要するに探さないでくれってことだ。へえ、そうか。腹の中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。うん。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか。俺の人を見る目もまだまだだな。どうかな。なんだそりゃ。まあ、俺も出て行かれたことあるけど。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。うん。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかった。けどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって。今教わったよ。そういや、確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？どうだか。別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？謝んの？あん時はすまなかった。一番。軽いな。じゃあ一杯おごってもらわねえとね。いいのかそれで。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。多分でした。絆ドラマ。キリュウ以外の仲間は絆レベルが上がると絆ドラマが発生。あ、ってことはトミーの話をいろいろ聞いてたからってことかい。どうなんだい。でもキリュウちゃんにも結構俺プレゼントあげたぞ。絆が深まったことで、あ、クロススラッガー。仲間との間に絆が生まれ、絆技使ったことないよね、まだね。絆ゲージが溜まると使えるようになり、R2 で発動。おー。ってことは、キリュウちゃんの
やつもあったりするかい？たまにはこうして仲間と酒を飲むのもいいかもな。おい、おい、今夜はどうするんだ？もう遅いし、深酒もしてるみてえだから2階で寝てたらどうだ？マスターいいのか？お前なら自由に使ってくれていいって言ったろ。ありがとうよ。ありがとう、鬼切るぜ。キリュウちゃんとの絆イベントみたいな、ない？休めるうちに休んでおきよ。いつ何があるかわからねえからな。俺も今日は、いや、カラオケがあるな。一曲だけ歌っていくのも悪くねえか。マジ？養護施設で何か情報つかめるといいね。カラオケでも金かかんにゃな、確かな。一曲5ドル。5ドルか。あ、もう払ってもてる。ちょっと何があるのか見てみようかなって思っただけやのに。私の出番ね。あら、いつもの感じやな。ジャッジメント。トゥナイト。キリュウちゃん多いな。あったねー。俺の好きやったあれは？まだあの曲はないのか。あ、これにしよう。この歌を送るさ。この歌覚えてるわ。深夜にじん均一なるどんな夢を見てる。パン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 。愛の手間とか。指先に小さな。あ、こんなやった。リズム合ってる？はいはい。はい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 震えてる。いつかはさよならが来る。ポンポポンポポンポンポン。嘘色はそれくらい見にくる世界は。なんかずれてない？愛の手がなんかずれてる気がするよね。押してるタイミングとちょっと違う気がするけど。おい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 。出た。ララン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 ラン。完璧じゃん。
どっか多分1個ぐらいグッと当てたけど、コンボは続けたぞ。94、24。我ながら素晴らしいぜ。まだまだか。頑張りました。で、おお、なかなかいい歌だ。ここはカラオケバーだからな。誰かの歌を聴きながら飲む酒は別格別。あ、マスターも。マスターも増えんだね。ハロー。Kさんおらへんね。さすがに夜はKさんはおらん感じなんかな。一応、進むべきはもう眠るになってるから。眠っておきましょうかな。回復しまして、お眠りの明日もあるしな、休もう。さあどうなるよ。養護施設に行くっていうお話ですけど、さてと、じゃあ養護施設に出発するか。あかりさんの情報なんかあるといいな。で、一応自由行動やね。養護施設に向かう。あ、あんな場所、こんなところなんや。あー、じゃあとりあえずプラプラしながらそっち向かう感じでもええのかな。へーい。街中でのプレゼント、前なんかワンピース売ってるところとかあったよな。絡んでこないで。え、ハワイはホテルも車もでっかいな。どこ見ても、ちょっと、ああいう会話してる時でもやっぱ絡んでくんのよな。逃げる、逃げれない、逃げる、逃げれない、逃げる。レベル8やからもっと簡単に逃げれるかな思ったら、そういえばさっきの話だけどよ、意外と苦労するんやね。ハワイはホテルも車もでかいな。ああ、どこもビッグサイズだ。ファストフードも日本の感覚で注文すると驚くよね。 M サイズのつもりで頼んだら LL サイズくらいの来たりして、量がすごいのね。こっちのサイズになれたら日本で戸惑いそうだ、うん、あれなんか小さくね。そうかもね。時差ボケならぬサイズボケしそう。お、あ、なんか出てきた、スジモンガチャ。これがさっき言ってたあれかい。通常ガチャなんかあるわ。ガチャチケット持ってない。100ドル、100ドルってやばない。え、高すぎません？100ドル。何これ。あー弱そう。一緒に強くなろうぜ。100ドルも払ってんやから、せめて10連ガチャとかにしてほしいよね。鶏で遊んでたらお腹空いちゃった。食べ物あげる。ラッキー、ありがとうおじさん。この感じでいいのか。で、さっきの、ちょっと待って。あ、さっきの会話、ガチャのせいで、うまくできてないね。せっかく喋ったのにさ、ちゃんとこの辺で、ハワイはホテルも車もでかいな。最後まで聞かなあかんよね。ビッグサイズだ。ファストフードも日本の感覚で注文すると驚くよね。ああ M サイズのつもりで頼んだら LL サイズくらいの来たりして。ああ確かにな、こっちのサイズになれたら日本で戸惑いそうだ。会話しっかり。なんか小さくねってなりそう。最後まで聞いて。そうかもね。時差ボケならぬサイズボケしそう、うん、仲良し仲良し。絆上げていいかなね。あなたのファイターは強そうね。おっかないわ。あ、そういうのも。むむ、見かけ倒しかしら。そっかそっか、こういうバトルもやっていかなあかんやな。
スジモンのそういえばあった編成か、全然してなかったわ。あーすごいいっぱいいるでこれ。伝説の虎とかいる。あ、こいつらもいけんの。冴島大河いるやん。秋山さんとか、あら孫妃も、え、そ、あら半純義いるやん。あー真島のおっさんも、あ、ちょっと待って、あれこれはどういう、え、こうなったらこいつらいらんじゃんの。どういう編成が一番やろこれ。これはやり込むん大変そう。アロハアロハ。ちょっと久しぶりになんか買っときたいんですけど。ドッグフードと鶏のご飯はもうちょっと数持っといた方がいいかもね。 MP Thank you。 OK な感じにしておきまして、 OK、 じゃあまあまあまたこっから養護施設行きつつ、また道中いろんなサイドミッションとかもあるんかな。やれることまだまだいっぱいだと思いますが、一旦ここで区切りまして、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。千歳藩が仲間なったからね。それではまた、よろしくどうぞ。